けらも集まったし、あとは次の階層に行くだけね。早く、あの子のところに行ってあげないと。そうだね。次はどんな記憶が見れるか楽しみだね。私は楽しみじゃないわよ。一緒にしないで。あんたみたいに悠長にしてる暇はないの。私、ワクワクしてきたぞ。面白い記憶だといいな。ねえねえ、早く飛び込もうよ。相変わらず人の話は聞かないし。私、なんでこんな奴と一緒にいるんだろう。まあでも、どのみち記憶を見ないことには、妹のところには行けないんだし。早いところ、飛び込むしかないわね。それじゃあ、出発！やあ、おかえり、エース。どうだった？かがりくんは。一応朝まで監視してもらったわけだけど、何か異常な点はあったかな？いいえ、目立った異常はありません。普通の人間と特に変わりはないようです。君にはこの後も監視を続けてもらいたいと思ってるんだ。それはなぜか知りたいかい？なぜでしょうか？S、君はディスカバーコールとは何か当然知ってるよね。ディスカバーコールとは、ユニオンが能力を使用するときに発する特殊な波長です。これは通常、ユニオン同士でなければ感知できません。ただし、特殊な装置をつけることにより、非発症者にも感知可能となります。その際、鈴のような音色として感知できることが判明しています。その通り、いい子だ、S。実はね、かがりくんにはディスカバーコールを感知する力があるんだよ。それも通常のユニオンが感知できる距離のおおよそ30倍。これはすごいことだよ。ディスカバーコールをですか。普通の人間にそのような能力はないはずです。その情報が確かならば、トウヤはユニオンということになります。ですが、トウヤにはユニオンの特徴であるクリスタルの存在が確認できませんでした。その通り。彼はユニオンであって、ユニオンではない。彼はね、もしかしたら、人類の救世主になる存在かもしれないんだよ。明日、かがりくんには、僕の方から直々に、三剣機関への協力をお願いするつもりなんだ。だから君には、かがりくんを監視、護衛をしてもらおうと思っている。とりあえず、君は今日の9時から、白鸚北学園の2年 B 組に所属してね。名前は、三剣 S だよ。学校の方にはもう話しつけといたからさ。了解。よろしい。それじゃあ、詳細は追って報告するから。あと、かがりとうやの周りの人間には、極力怪しまれないように行動してね。どういうことでしょうか？ほーら、友情ごっこってやつ。友達だよねーってノリできたら、適当に付き合っといてね。友情。それに友達とは何でしょうか？めんどくさいな。タブレットあげるから、トイか何かで調べておいてよ。了解。んじゃ、よろしくね。それではホームルームはこれで終わりだ。みんな今日も一日真面目に頑張るように。ちょっとはい、理由を聞かせてよ。何の理由でしょうか。何のってそれは。おい、トウヤ！アキラ！どうしてここに？俺の情報網を舐めるな！ B 組に美少女が転校してきたっつうから、ダッシュで見に来たんだ。それがどうだ？俺の親友と仲良く語らっているじゃねえか。どういうことだ、トウヤ。説明しろ。アキラ、顔が近いよ。っていうか説明って何の説明？この状況で聞くことと言ったら一つしかないだろ。お前はこの美少女転校生とどういう関係だ？どういう関係って僕が聞きたいよ。私は常にトウヤと一緒にいるためにここにいます。ちょっとエス！トウヤ！俺はお前を信じていたのに！お前は俺を裏切ったのか？違う！どういうことでしょうか？ん？この微妙な反応から察するに。さてはトウヤ、お前白だな。だから、さっきから違うって言ってるよね。そっか、だったら安心した。トウヤにそんな度胸はないと思っていたからな。あのね。ってなわけで、俺はアキラって言うんだ。これからよろしくな、S。よろしく、とは。え？よろしくはよろしくだよ。これから仲良くしようぜってことだな。これでアキラくんとエスちゃんは友達だね。これで友達、とは、どういうことでしょうか。どういうことって、友達がってことかな。友達とは、親しい間柄の他人同士を表す言葉だと認識しています。ですが、アキラと私は、先ほど出会ったばかりです。まだ友達と言える間柄かどうか疑問です。んな堅苦しいことはいいんじゃねえの？友達ってのは、知り合った時間とかそういう概念を超えたもんなんだよ。友達になるのに、時間は無関係。ということでしょうか。そういうこと。確かにその通りだと思うよ。友達って気がついたらいつの間にかなってるものだからね。私には友達がいた経験がないのでわかりません。ああ、そっか。宇野丸所長には周囲に怪しまれないように、友情や友達についての調査を指示されています。私の調査した範囲では、先ほどの知識以外はわかりませんでした。宇野丸さん、エスちゃんが学校で友達を作れるかどうか心配なんだね。ひなた、なんか違うような気がするよ。まあ、トウヤと一緒にいりゃ、しょっちゅう会うわけだし、俺とも話してくれよな。了解です。と、そろそろ1時間目が始まるな。俺は A 組だから行くわ。じゃあな、S。友達。何のご用でしょうか、宇野丸所長。ああ、実はね、少し伝えなきゃいけないことができてね。どうだい？任務の方は順調かい？はい。ですが、特に異常は見られません。うん、ご苦労ご苦労。何かおかしな動きや予兆があったら、すぐに報告するように。了解。ところでエース。実は、任務を若干変更したいんだ。はい。今日から君は、姫鶴家に居候することになった。これで正真正銘、24時間彼を監視、じゃなかった、護衛することができるから。了解しました。じゃあ、そういうことだから、何かあったら連絡するように。ねえねえ、エスちゃん。何でしょうか、ひなた。今ね、私のお姉ちゃんから連絡があったんだけど、エスちゃん、今日からうちに住むんでしょ？はい。そのように通達されています。やったー！本当なんだね。嬉しいなー。今日からエスちゃんと一緒だー。なぜですか？だって、エスちゃんと家族みたいに暮らせるってことでしょ？私ね、エスちゃんと一緒に住んだら楽しいだろうなって思ってたんだ。家族。今日は一緒に帰ろうね、エスちゃん。了解です、ひなた。うの丸さんも言ってたし、帰り道でも聞いたけど、本当に S もこの家に住むんだね。はい。うの丸所長から命令を受けました。お姉ちゃん、S ちゃんと会うのを楽しみにしてたよ。ほんと、仕事が早すぎるよ。というか、ゆき姉もあっさり証言しすぎだよ。ここ最近色々とめちゃくちゃなことばっかりだな。どうや。私が護衛につくことで何か問題があるのでしょうか？問題あるでしょう。ただいまー。あ、お姉ちゃん帰ってきた。ゆきね、S のこと見たらどんな反応するかな？痛かった。ひなちゃん。ほっぺスリスリしちゃおう。スリスリ。あ、もうお姉ちゃん。ちょっと待ってってば。待たない。もう寂しくしてなかったか？やだ。くすぐったいってば。ダメだってもう。あ、お姉ちゃんってば、どこ触ってるのよ。ん？うんうん。この匂いは、ビーフステーキ。うん、当たり。お姉ちゃん好きでしょ？こいつ、この。お姉ちゃん、もう。相変わらずだな、ゆき姉は。なーにブツブツ言っちゃってるのかな、とーくんは。どれどれ？トーくんもお姉ちゃんが隅々まで身体検査しちゃおうかしら。やめて！えい！待ち上がれ！もしかしなくても、エスちゃんだね。はい。本日より、この姫鶴家に居候させていただく、みつるぎエスです。うん。よろしくね。私のことは好きに呼んでくれていいよ。では、トーヤに習い、ゆき姉と呼びます。おお、いいね。妹がもう一人増えた気分だよ。じゃ、まずは味見をさせてもらうとしよう。味見とは？ゆき姉、まさか。あ、そーれー！ S ちゃんのほっぺ、スリスリー！完食。素晴らしい持ち肌だ。これはどういうことでしょうか。ごめんね、エスちゃん。ちょっとだけ、お姉ちゃんの好きにさせてあげて。ゆきねえなりの愛情表現だから。愛情。とうくんとひなちゃんの言う通り！さあ、わかったらこのスキンシップを受け入れるがいい！理解不能です。あれ？トーヤちゃんとエスちゃん出かけるの？もう9時過ぎてるよ。あ、うん。ちょっと休養ができちゃって。もしかしたら遅くなるかもだから、先に寝ててよ。わかった。それじゃあ、待ってるね。だから、寝てていいってば。たった今、御剣機関より通信がありました。ユニオンの目撃情報が入ったようです。本当に、場所は？今から案内しますが、詳細な場所までは不明です。一般人に危害を加えた後、逃走したようです。早く見つけないと。トーヤに疑問があります。なぜ、見ず知らずの一般人が被害に遭ったと聞いて、そんなに怒りを覚えているのでしょうか。トーヤの思考が、全く理解できません。僕はただ、誰にも傷ついてほしくないだけだよ。誰にも、傷ついてほしくない。わかりません。トーヤの言動は、誰よりも理解不能です。理解されなくたっていい。ユニオンが、誰かを傷つける前に止めたいんだ。急ごう。時間がもったいない。了解です。気を失ってる、ねえ。はい。現在、トーヤは昨夜の戦闘で気絶し、そのまま意識は戻っていません。昨日、一度君から連絡があったけど、あの後何があったんだい？昨夜、ユニオンとの交戦中に、魔導協会の魔術師が介入してきました。魔導協会？医者なの？こんなところに珍しいね。その魔術師の名前はわかるかい？クオンという名前なのですが、クオンは、カガリトーヤの護衛任務を協力したいと要請しています。どうしますか？そうだね。まあ、いいと思うよ。魔導協会の事情を知ることもできるだろうし。了解。で、拘束したはずのユニオンはどうなったわけ？僕、受けてないんだけど、もしかして何かあったのかな？はい。宇野丸所長に連絡した直後、10世が出現。ユニオンを連れ去りました。はぁ？ 10 世？その際、確認できた10世は、ドライとアハとの2人ですが、状況から判断して、少なくともあと1名、10世が、新横崎市に潜伏しているようです。10世。魔導協会の最高位たちが3人、か。しかし、なぜわざわざ10世が新横崎に？奴らの主な任務は、イシャナで魔導協会の上層部を護衛すること、だった気がするけど。まさか。あいつらもあれを狙って。こりゃ、こちらからも探りを入れる必要があるな。S、以後、かがりくんの護衛を一層強化するように。了解。